はい、私は株式会社マイクロリサーチの石黒でございます。本日はよろしくお願いいたします。まずはこの度ですね、エンジニア数の日本代理店第1号とご指名いただきまして、大変名誉に増加してきています。 2.5 ギガ、5ギガ、10ギガ、どんどん速くなってくる。そうすると、Wi-Fi もですね、それに伴ってやはりこう速い Wi-Fi が必要となりまして、初めてグッドマッチングが得られるわけでございます。特に Wi-Fi 7に関しましてはですね、やはり2025年来年はですね、大きな市場があるということでですね、大変期待しております。はい、やはりですね、なんといってもやっぱりこう高度な機能を持っているユーザーフレンドリーな、エンジニアスクラウド、それと完全に対応するソリッドな、エンジニアスの、ハードウェア製品ですね。それが、要は完全にこう連動していくということで、お客様がリモートで、簡単に管理が可能になる。これがもう非常に大きな武器というかメリットだというふうにちょっと考えています。現在ですね、やっぱりネットワーク の, 可視化っていうのがですね、非常にやっぱり重要になってきてまして、もうハードウェアだけこう販売するという従来のビジネスモデルからどんどん変わってきてるわけでございます。エンジニアスクラウドはですね、大変なんかこうユーザーさんがこう直感的にですね、使えるような非常にいいソフトウェアでございまして、簡単に設定管理ができるというのが大きなメリットだというふうにちょっと考えています。それからですね、セキュリティ AP という製品がございます。こちらはですね、やはりそのセキュリティを重要視されるお客様ですね、特に大手のお客様になりますが、エンジニアセキュリティ AP が持っている非常に高度なですね、セキュリティ機能ですね、こういったのをこう前面に押し出してですね、販売していきたいというふうに考えています。御社のですね、AP の製品、こちらに搭載されているオープンローミングの件でございますが、日本はですね、欧米に比べてちょっと遅れている感がございますが、徐々にやっぱりオープンローミングっていうのが、流行って、まいります。来年はかなり必須な機能になっていくというふうには考えております。そんなわけでですね、弊社は特に御社の非常にこう設計が、いいですね、アウトドアの AP があるんですが、これをオープンローミング対応ですね、こちらを非常にこう強化した販売を行っていきたいというふうに考えています。はい、それからですね、新製品で AI 搭載のカメラですね、こちら非常に私ちょっと感激しておりまして、日本に既存にあるいろんな画像のサービスがあるんですが、そういったサービスにですね、やっぱりこう負けない全く新しいこう切り口でのですね、販売をぜひ行ってみたいと思います。例えばですね、検索サーチ機能ですね、これでも非常に充実しているんです。はい、それからその QR コードが出てきて、こうスマホでパッとこうかざすことによって、特定のシーンがこうさっとですね、確認できる、これも素晴らしい機能。それからやはり特にサーバーの方ですごくお金がかかっちゃうと、これまた台数が多いと問題になるんですが、非常にデータ量も少ないということで、定額な維持費、こういったので運用できるというメリットでですね、ぜひちょっとこちらのカメラも注目して販売していきたいというふうに考えています。私ども電算システムホールディングというところに今属している会社でございます。傘下に10社 の, 会社すべて IT 系の会社なんですが、その中でもやっぱり中核となります電算システム、それから PSI ですね、PSI はネットワーク機器、セキュリティ機器を取り扱って、日本にたくさんの代理店を持っている会社でございまして、非常に今回のエンジニアスとの私どもの提携ですね、こちらには大きな関心を持っていただいております。
それでですね、やはりその販売をするにあたってですね、やっぱりこう重要になるのが、やはりそのユーザー様に対する技術サポートの品質ですね、こちらが大変ちょっと重要なポイントになってくるというふうに考えています。私どもはですね、マイクロリサーチとそれからエンジニアさんの方、コラボレーションでですね、高品質な技術サポートを展開するということで、大きな販売を行っていきたいというふうに考えています。やはりエンジニア製品のですね、ビジネスの拡大とともにですね、やっぱりお客さん、先ほども申し上げましたけれども、お客様に対するこう技術サポートですね、こういったのがいろいろ重要なポイントになってくるというふうにちょっと考えています。そんなわけでですね、やっぱり将来的にはお客様に直接ですね、おいでいただいて製品に触っていただけるような、例えばショールーム、こういった設立であるとか、それからそのエンジニアさんの方でのやはり FAE ですね、そちらの方も何名かですね、ぜひ採用していただいて、日本市場で活躍していただくようなこう環境を作っていただきたいというふうに考えています。また弊社マイクロリサーチとしてはですね、ぜひ日本ならではのこのやはりそのお客様の新しい要望、それとかマーケットトレンド、これ変化してきます。そういった情報をですね、逐次エンジニアさんの方にフィードバックして、場合によっては弊社とエンジニアさんの共同開発、そういったものも見据えた上で、パートナーシップをですね、強固なものにしていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。